出てきそうだと思っていると出てくるよ。ここは君の夢だからね。教えてあげただろ。考えなければいい。だからそうやって考えていると、大体どこをどうしたらこんなメルヘンな状況でキッとかウッとかを思いつくんだ。君はすごいな。君が考えなければいいだろう。スッとかマッとかを。遊ぼうぜ。何する？なぞなぞでもいいし、園内探索でもいいぜ。ゴロゴロしながら寝ちゃうのもいいな。あんたとだったら何だって楽しいよ。今すっごくあんたに甘えたい気分なんだ。甘えてもいい。いつも甘えてるって。そうかもな。だってあんたを見てると甘えたくて仕方ないんだ。甘えさせて。どう？あんたもなぞなぞが好きになった？あんたとのなぞなぞって本当飽きないよ。ここの住人ってあんまり真面目に考えてくれないんだよな。なぞなぞの出しがいがないぜ。あんたは？俺の出すなぞなぞ好き？やっぱり？あんた最初の頃は乗り気じゃなさそうだったけど、最近は
俺がなぞなぞ出すときに嬉しそうにしてくれてるよね。俺もすごく嬉しいんだ。お、なんだそんなに疲れた顔して。ん？ボリスに振り回されてる？あいつ猫だからな、気ままなんだよ。ま、悪気はないから許してやってくれよな。今回はどこを潰していこうか。何言ってんだよ、まだまだあるぜ。この遊園地は広いんだ。それに新アトラクションもどんどんできてる。じゃあその新しいアトラクションに行ってみる。そうだな、今回はそこから回ってきた。何言ってんだよ、俺たちがあんたのためを思って付き合ってるんだろ。そうそう、感謝してよ。そんなの意味ねえだろう。おっさんと二人で回っても楽しくもなんともねえもん。行こう行こう。今すっごくあんたに甘えたい気分なんだ。甘えてもいい？いつも甘えてるって？そうかもな。だってあんたを見てると甘えたくって仕方ないんだ。甘えさせて。これが357ね。マグナムだからちょい重い。でもマグナムって言えば44だろ。渋いぜ。50もいいよな、ごつくてかっこいい。でも実用には向いてないんだよね、重すぎる。見る分にはいいんだ。かっこいい、しびれる。
44も50も憧れなんだよな。でも憧れ止まりっていうかさ。ほら、反動がひどすぎるだろ。でかくてごついし、重い上に暴発率も高いときたら使うやつも限られてくる。でもかっこいいんだ。大きさに比例して威力もバカ高いんだぜ。そのせいで反動もシャレにならないんだけど、手に負えないところが余計に憧れる。腕力もだけど、ガタイも良くないと扱えないから、俺には永遠の憧れなんだよね。こんなかっこいい銃を撃って、ジャムったり反動で吹っ飛ばされたりとかじゃ、かっこ悪すぎだもんな。このかっこよさを台無しにするなんて今できない。改造もいろいろと施してるんだ。そのままでもいいけど、ついついやっちゃうんだよね。これはシリンダーへの貼り付きがひどい時でも小道具なしで対応できるよう、エジェクターロッドをいじってて、廃墟といえばこのダブルアクションとシングルアクションのリボルバーじゃ、これも実用性が違ってくる。このダブルはシリンダーをスイングアウトさせてエジェクターを押しただけで一気だろ。こっちのシングルだとゲートを開いてエジェクターロッドを引いてシリンダーを回転させながら一個ずつ。でもかっこいいんだよな。明らかに実戦だとダブルなのに、シングルの方がかっこいい。かっこよさを追求するか、実用性を追求するか、シングルを選ぶってやつをどうしてもバカにできないんだ。連射もできないのに、できないからこそかっこいい。アートなんだ。ごめん、あんたは銃が嫌いだったよな。意味がわからない。ど
どこがどこが、どの辺がわからなかった。俺って説明下手だよな。説明し直せよ。そう。置いていったりしないぜ。ちゃんと説明してやるし。何言ってんの。銃なんかよりあんたの方が好きだぜ。分かった。違うことをしようか。ここは無駄に広いですから、案内のしがいがありますよ。僕は住み飽きましたけど、あなたを案内するのは楽しいです。ここを気に入って住んでくれればもっといいのに。
よう、心地いい時間帯だと思わないか。こういう時はいい曲のイメージが浮かびやすいんだ。悪い、ちょっと屋敷に戻って曲を書いてくる。見たのか、あれを。見たんだろ？残像だよ。恐れることはない。あれは影のような実体のないものだ。見たんだろ？この世界の住人の死体が姿を維持できず、時計だけが残る様を。そして残像が後始末をしていく様を。